にちは、斉藤健です。動画アップありがとうございます。そうですね、重心を下げていただいて、はい、滑っているということで、だいぶ、まあ、以前の滑りとは全く違うコマになってきているので、この感覚っていうのも、ぜひ、このまま続けていってもらいたいんですけども、コメントの中で、板を踏むタイミングが悪いようで、板の返りをもらえる滑りになっていません。板の返りをもらって次のターンにつなげるテンポの良いターンにするポイントを教えていただけると助かりますということで、僕の感覚で言うと、あんまり板を踏むっていう感覚がないんですね。なので、その返りっていうのも、多分、想像しているのは、スキーをスッと踏んで、スッと返ってくるっていう感覚の返りだと思うんですけど、僕の感覚で言うと、常に乗っているので、返りとのバランスを取りながら、こういうね、細かい、まあ、こういう動きはしないんですけど、こういうバランスを取りながら動かしていくことで、その常に返りがあって、常に、踏んでいるっていう、踏むまでいかないんですけど、乗っている、返りをとバランス取りながらこう動かしているので、それを角度を緩めて、返りのバランスを強くしてあげると、スキーが戻ってきて、次のターンの方向に走っていくっていう感覚なので、多分、イメージで言うと一瞬でこう踏んで返ってくる、感覚を求めているかもしれないんですけど、僕で言うと全体でこう一ターンでゆっくりその範囲で、乗っていく、操作していく、でそれに合わせて帰ってくるのを調整するっていう感覚なので、ちょっとそこが意識がもし僕と違うようであれば、その感覚で僕が説明しているっていうのを、ご理解いただいた方がいいかなと思います。まず、はい。で、前回コメントいただいたその躍動感のある滑りっていうところにもつなげていくとすると、今は動画の滑りがカービングでやっているので、まず練習として最初横滑りですね、横滑りをやって、でそこからズレの小回りに行って、最終的にここの2本がしっかり確立してきてからカービングに行ってほしいなっていうのがあります。ちょっとここでは前回説明していなかったのであれなんですけど、カービングに関してはスキーがもう傾いてしまえばサイドカーブがあって戻ってくるので、あんまり踏まなくても実際戻ってきてしまうので、そこをちゃんと横滑りとずらしの中で自分が操作していく中で戻ってくるっていう、動きの中で今やっているその低いポジションで足を伸ばしていく、で戻していくっていうのを練習していくと、また滑りの感覚っていうのは変わってくると思います。はい。で、一つポイントとして、その低いポジションで滑るときの、スキーが戻ってくるときに腰が一瞬こうちょっと上がってしまうんですね。はい。っていうのは、吸収をするときにももをこう曲げる感覚っていうのは、ちょっと遅いかなっていう。まあその多分踏む感覚が遅いのかもしれませんっていうのが多分そこにつながっていると思うんですけど、踏んでしまうとどうしても、後半に圧が溜まって、それと反発しちゃうんで、その一瞬でグッと腰が踏んでこう上がるっていう感覚ですね。はい。スキーが戻ってくるときに、その自分で踏んでいく感覚があるので、スッと腰が上がっちゃうんですよ。なので、その踏む感覚をちょっとなしで滑ってみたらいいかもしれないです。はい。スキーは乗って動かしていくだけ。それでも、見ている方からすると、それをちゃんと丁寧にやって、急斜面とかでスピードが出てくると、それだけですごい躍動感の滑りになってくるんで、自分からはあんまりこう踏まない方が、いいと思います。はい。実際、どん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 レベルが上がっていくにつれて、踏まないで滑るっていうのを、やるだけですごい安定感があって、すごいスキー走るんですよね。で、自分の中ではそんなに難しくないんですけど、周りから見てるとすごいかっこいい躍動感のある滑りになってくるので、はい。で、その、まず踏まないっていう、踏まないでいくと、その腰が後半にグッと上がってくるっていうのもなくなると思うので、それを、まずはその横滑り。で、こう調整して、スースーと、タラ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 流して滑っていく。で、それができてきたら、今度はターンにつなげていく。同じく低いポジションのまま、ダラ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 と。はい。で、だん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 、本当の小回りに近い、ずれの少ない小回りですね。の中で、その低いポジションで、さあ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 と、なるべく踏まないで、踏まないで、踏まないで、動かしていくだけですね。で、やっていく。はい。で、こう、もう本当に小回り、普段の小回りと同じ子で、それをやっていくっていう、もう本当、どん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 そのまま小回りにしていくだけなんですけど。はい。で、最終的に、まあ、カービングで滑れる斜面であれば、カービングでやってみてもいいと思うんですけど、カービングになると、やっぱりどうしても踏みたくなってしまうので、そこを、我慢して踏まないようにした方がいいですね。僕も実際、技術戦で、本戦で滑っている時も、なるべく、
板を踏まないようにしてました。はい、本番でもその板を踏まないように踏まないように、ただ乗って動かす動かす動かす、足の動きを止まらないようにですね。はい、で、あのやっぱり踏んじゃうとそこで動きが止まりやすいんですよね。あのスキーが、止まる、もしくは逆に反発を食らってボーンと一瞬で走ってしまって抜けちゃうっていう感じになるので、特に後半は踏まない、自分からその圧を抜いていく、で次につなげる準備をしていった方がいいと思うので、そこをちょっと注意してやってみるといいかなと思います。はい、ぜひまた続けて、練習してみてください。はい、動画アップありがとうございました。